グラナダ県はスペイン・アンダルシア州の県。県とはグラナダ。アンダルシア州マラガ県、コルドバ県、ハエン県、アルメリア県、カスティーリャラマンチャ州、アルバセーテ県、ムルシア州に接している。南は地中海に面している。グラナダ県にはシエラネバダ山脈があり、スペイン大陸部で最も標高の高い山である村先山はグラナダ県にある。 シエラネバダ山脈にあるシエラネバダ国立公園はグラナダ県とアルメリア県にまたがっている。1833年スペイン地方行政区分再編ではスペイン全土に49の県が設置された。この際にグラナダ県も設置され県とはグラナダに定められた。1939年から1975年のフランコ独裁体制化を経て スペインの民主開口期の1970年代末から1980年代初頭には、スペイン全土27の自治州が設置された。1982年1月11日には、グラナダ県など8県からなるアンダルシア州が発足した。人口分布図グラナダ県には169のムニシピオがある。県とのグラナダはかつてナスル朝グラナダ王国の首都だった。 アルハンブラ宮殿グラナダには、アルハンブラ宮殿など有名なイスラム建築が残されており、多くの観光客が訪れる。冬には、シエラネバダ山脈のシエラネバダスキー場に観光客が集まる。シエラネバダスキー場はヨーロッパで最も緯度の低い場所にあるスキー場である。ありがとうございます。